コミジチソビエト社会主義共和国、またはコミアスアは、ロシアソビエト連邦社会主義共和国内に1936年から1990年に存在した自治共和国。ロシア国内の北西部に位置しており、現在のコミ共和国と位置的な変化はない。首都はスイクティフカル。面積は415,900。 平方キロメートルであり、国土の4分の3を森林化湿地に覆われている。20世紀以来石油と天然ガスの産出が産業となっている。コミアスアの建国50周年を記念し、1971年にソビエト連邦で発行された郵便切手。コミアスアは1922年に設置されたコミジチ州の格上げによって1936年12月5日に、 設立された。これは、ソ連の初期に行われた、コリニザー,ーチツア政策の一つで、旧ロシア帝国時代の差別をなくし、自治を与えるというものだった。学校でのコミ語教育は1950年代に禁止された。ソ連崩壊以前の1990年に、コミアスアは廃止され独立を唱えたが、現在もロシア連邦の共和国の一つ、コミ共和国として存在している。 1939年の国勢調査では人口は23万1301人であり、72.5%がコミ人、ロシア人22%、ウクライナ人2%であった。その後他国出身の人口が増え、コミ人人口は十二万六千人程度から十九万人に増えたが、百八十九年の時点では総人口が百二十万人近くで、 人口に占める割合は、ロシア人が58%、コミニン23.3%、ウクライナ人8%などであった。また、1989年時点では、都市人口が93万6千人で、農村人口が31万1人であった。ありがとうございます。